にありますけど、普天間の基地ができた時は周りのっぱらですよ、うん、みんな基地が来たからわーっと集まって住宅地みたいになっちゃってね、その連中が騒音だから金をこせ、うるさいから危ないから金をこせ、何でも金をこせですよ、はっきり、私はっきり沖縄のこれ金をこせ運動ですよ、これ単なる、そう集まらなきゃよかったんですよ、うん、もっと別のところでね、お金渡して私はねお金使うならですよ、普天間の周りでみんな出てけと、うん、別の島でも本土でも沖縄の別のね北でも南でもあるんだからそこへ引っ越せと、そのお金出してやるって言ってね言えばいいぐらいですよ、はっきり言うと後で来てるんですよ、ものすごい私腹立つんですよこれ、あので、米軍はそれに乗っかってね、私は交代してね、わざとやったであの、ね、戦略的に自分たちもあそこにいたくなかったからね、海兵隊を移すだけであってね、むしろ私はどうぞ行ってくださいと、ね、あの残念ですが金がないから移せませんのでって言った方が私はいいと思ってるんでね、それをですね、それをやらなかったのは実に日本政府ですよ、そうです、全くおっしゃる、移管された時にやらねばならんこといっぱいあったんです、だからあそこの騒音と問題があったら、ね、あそこの沖縄の住民に対してより安全なところにきちんと移して、ね、航空法を適用してれば問題なかった、はい、だからあの象徴的なのは与那国島の真上を防空識別圏が通ってるでしょ、そうです、ね、台湾はいつまでも日本の UFO と思って何の処置もしなかったでしょ、ね、やったのはあの防空識別圏の上海の前のところの相手を刺激していかんってあの時期切って三角形を削って引っ込んだんですよ、あの時の防衛庁長官、その代わり与那国の上に通ってる防空識別圏も一個何しなかった、時の航空幕僚長なんか何をしとったかと、鍋釜一緒に運んでやったけれども、うんうん、そういう発想が全然なかったんですよ、うん、それが今沖縄県民に全部のしかかってきていることですから、いつに私は日本政府の怠惰だと思ってますね、まあまあ、そうですね、それと金付けにしたって私はね本当に思ってます、あの普天間の問題は確かにあの、アメリカはいやいやあの合意したんですよ、はっきり言ってあの日本からの強い要望があったんですよね、しかしね今度はねもう一つ新たな動きがカデナから、うん、あの F15 の部隊がおそらく半分になるだろうと、ミサイルは撤去するんですか、これはね大変じゃないですか、もう大変な問題ですよ、ミサイルの16は撤去される、はい、その代わりコストドローンを持ってくるってこと、はい、そういうあの現実がねまさに迫ってるわけですよね、あの少し我々としてはあそこへ米軍にはとどまっててもらいたい、いやそのいいと思うんですよね、これが本音ですね。